おっす。東京城西下北沢町田支部の森です。今日は遠距離からの、下段回し蹴りの説明を行いたいと思います。遠い距離から、蹴りを行うことによって距離の操作や、遠い距離から相手を効かすことができます。いろんな距離で、技を出せるようになれば試合も有利に進めれると思いますので、どうぞ、参考にしていただければなと思っております。では遠い距離からの下段回し蹴りの説明をしたいと思います。今回説明するのは2種類行いたいと思います。まず体の、回転を使った下段回し蹴りから説明したいと思います。非常に軸足の使い方、あと体の入れ方が重要になりますので、しっかり覚えましょう。ここから構えて、通常の下段回し蹴りですと体をこの場で回転する、この場で回転するという蹴り方が、通常の蹴り方になります。しかしこの蹴り方ですと距離が、いわゆる中間距離蹴れませんので、遠い距離ではなかなか蹴れません。なので遠い距離で蹴る場合は、もう構えからこの軸足を目いっぱい回します。あとはこの体を左の足を軸にして、ここから蹴れるようにします。通常ですとこの距離、今のような蹴り方で行えば、左足を軸にして右足を右の腰入れて、そうすると遠くに、遠くを蹴ることができます。ここからこのように腰を入れて、ただこれだけで非常に遠くから蹴る通常の蹴りがこの距離です。腰を入れることによって距離を操作することができます。では通常の蹴り方との違いをサンドバッグを蹴って行いたいと思います。まず通常の蹴り方ですけれども、軸足を回して体をそのまで回す、こういう風に蹴ります。遠い距離の場合は先ほど説明した通り、軸足をし回して体を入れていきます。この際に軸足と、この軸足と一緒の方の肩を完全に軸にして、このように回ってください。体を回すんではなくて、ここを軸にして回していきます。イメージは肩から足が一つの棒になったようなイメージで体を入れていきます。ここからここに棒があると思って入っていきます。ここから体を入れ替えて蹴っていってください。じゃああと3本蹴ります。では続きまして、体を回さないで遠くから蹴る蹴り方を行います。構えた状態から足を下から上にすくい上げるようにして蹴ります。そして蹴った時に上半身を少し後ろに下げてください。そうすることによって足が伸びます。下から上に蹴り上げて振り子のようにして使ってください。頭が少し後ろで、その時に気をつけるのが、頭がこういう風に斜めにならないように、頭はまっすぐ、そして体は後ろに少し反るようになります。このように蹴っていきます。この蹴り方では、相手の距離がさらに、取れるので、
した後に相手に攻め込まれないという利点があります。先ほどの振りでは遠くから蹴るものの、やはり体自体は近くに寄ってしまうので、その後の攻撃がありますのでリスクがあります。ですがここから体を少し倒して遠くから蹴れば、相手の攻撃が非常に届きづらいという利点があります。ここから体を斜めにして下から上に蹴る。この時に回さないようにしてください。下から上に蹴ることによって距離が伸びます。そして重さが伝わります。では続いて下から上に蹴った時の足の状態を説明したいと思います。足というのは当てる場所ですね。実際どこで蹴るのかというのを説明します。当てる場所は足の甲ではなくて、この親指のこの部分、ここで蹴っていくようにします。蹴るときに足を固めてここの位置で蹴っていきます。そして蹴る場所は相手の足のこの筋肉がない部分を狙っていきます。または薄い部分を狙ってください。体を返してないので足の甲では蹴れません。足を放り投げるようにしてここの部分で、拳でいうと親指の部分ですね。ここで下から上にすくい上げて相手の足の隙間にどんどん蹴りが入るようにしていきます。まあ、ここに入れば遠い間合いでも十分に相手にダメージを与えることができます。では実際サンドバッグで蹴ってみます。また距離の違いを少し感じてください。通常の蹴り方ですと、このぐらいの距離ですね。手が届くぐらい、1歩2歩ぐらい後ろから蹴ります。ここから先ほどのように軸足は回すことなく、このように回さないですね。先ほど説明しましたが、足のこの位置、この部分で相手の甲の細い部分、筋肉がついてない部分を蹴っていきます。この蹴り方であれば、相手の距離をずっとこうコントロールし続けることができます。また、蹴りに入って相手が入ってきそうになった場合に変化をかけやすいので、非常に有効です。またここから上に変化させることも可能です。重要なことは力を抜いて膝から下を振り子のようにして蹴ることが大事です。通常の距離はここで少し離れて蹴り上げます。じゃあ実際サンドバッグを使って実演をしたいと思います。ここから反転の距離のような刺激から離れました。距離が離れたところから次仕掛けます。先ほど1回目に説明した体と軸足をしっかり回す蹴り方であれば、遠い距離から踏み込まなくても守っていることによって前を縮めることができます。ここから遠い距離も手が届かない、そういった距離ですね。続いて、2回目に説明した、下から上に蹴り上げる蹴り方、これが通常の距離、相手と伸ばすバトルです。そこから離れました。
そういうアイドルやり取りができたときに、下から上で蹴り上げて、体を少し反らす。そして、力まないで蹴っていくことによって、上にもつなぐことができる。非常に難しい体の使い方、またバランスが求められる蹴りではありますけれど、身につけることによって、組み手が非常に有利に進めることができます。ぜひ、皆さん参考にしていただければなと思います。おっす。